半年の丸々がどんどんエスカレートしましてですね、いよいよこう生の公開でやれっていう、そういうですねリクエストをフロント陣から受けましてですね、今日はですねなんかこんなフリップまで、でさっき平沢が僕らさん作りました、これハマちゃん風でしょってなんかよくわかんない感じになってきてますけども、まあ、今日は公開で選手も登壇しますので、ちょっと選手いじりながら30分皆さんお付き合いしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、一つ報告があります。実はですね昨日できたんですけども、ラブいわきプレスなるものを、今年は、作ります。2ヶ月に1回だから計6回このね、こういったもう本当簡単なものなんですけど、裏表で今のいわき FC の近況をお届けすると。で、もともとこれなんでやろうかと思った時ですけれども、スポンサー様が今ね400社近くいらっしゃるんですね。で、なかなかこう全部ご挨拶行けたりとか近況が報告できないので、まあ、こういうのをちゃんとお届けして今の近況を出そうと。で、そこからファンクラブにも送っちゃおうということで、多分ファンクラブに入っていただいている皆様、これが20日ぐらい、20日、今日何日、あ、今日来た、あーよかった、届きました、あーよかったですということで、まあ、これを見てみると田村雄三は来年は絶対アロハは着せちゃいけないなと、これ完全にちょっとそっち系のね、僕はまだ聞いてたと思うんですけど、田村雄三やばいぞというところで、まあ、そんなですね近況をお届けしていきますので、ぜひお楽しみにしていただきたい。で、行政様とかいろんなところにもです、置いてね、なんとか目につくようにしていきたい、そんな風なことがありますので、よろしくお願いします。はい、じゃあしゅうちゃん30分しかないから、今日3人これ何もう発表されてるの？まだ発表しない。マジ、はい、なんかとかなんない、大丈夫？はい、わかりました。じゃあ今日は素晴らしいトークに長けてる3人をお呼びしておりますので、どうしたらいいのこれ、じゃあ大倉さん、はい、じゃあ、どっから出てくるのかわかんないですけど、選手の皆様どうぞどうぞ入場ください。上下裏どっち、上どっから来るか、どこ、あ、来た来た来た、うお、このメンバーですか、このメンバー来ましたか、近藤選手と白選手と加藤選手でございます。じゃあ、トゥーこっちで、パクは多分ね、あとあれ、ゴンちゃんは通訳、あれ、通訳できない通訳どこ行った、どこ行った、ゴンちゃん来ないとパクと話さないぞ。あ、来た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 、ゴンちゃん来た、ゴンちゃん来ました。ゴンちゃんがいないと始まらない。はい、じゃあみんなお座りください。ありがとうございます。改めまして、近藤選手、加藤選手、パク選手です。よろしくお願いします。大丈夫？大丈夫？軽快なトークできる？大丈夫？はい、了解です。じゃあちょっと自己紹介ですかね、改めてね。なんか一言、最近の推しみたいのをちょっとプラスして。ちょっと自己紹介、最近だって若い子って推しって言うんでしょ、推し活してるでしょ、推しを言いなさい、とにかく推しを言いなさい、はい、お願いします。自己紹介して。背番号9番の近藤義人です。最近の推しは、ないの、推しない、趣味ない、趣味ですか。最近ドラマにハマっていて、うん、何のドラマ、君が心をくれたからっていうドラマがあるんですけど、まあ、そのドラマに今ハマっていて、もう毎週見てます。毎週見てる。もともとドラマ好きなの？いや、最近見始めたって感じで、最初は全然見なくて、俺の顔をチラチラ見るな。ありがとうございます。います。はい、じゃあ加藤優馬、大丈夫、ついてるよ。背番号20番加藤優馬です。
最近の推し。最近というか、まあ、推しは2人いまして。2人人、はい、人人、まず1人が韓国アイドルで TWICE のチェヨンっていう。あ、好きなの。はい、アイドル好きで好きなんですけど、うん、まあ、もう1人最近、うん、あの杉山選手。杉山選手、はい、うちの杉山選手、はい、レオ、レオ、レオが推し。レオが好きで、うん、レオが好きすごいハマってます。レオのあの変なワールドにハマってる。あの空気感がたまんないですね。空気感、あの空気感が どういう空気感。なんか何考えてるのか分からんし。分からんよね。はい、で特に何も言わないけどニコニコしてるんで、はい、危ないね。そういうとこが好きです。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、パクシャ、あれパクシャって何て呼べばいいんだっけ。何様だっけ。え、ジュン様。あ、じゃあジュン様。ジュン様またやらしいで眼鏡かけてきて今日はわざと。ちょっとジュン様どう、推し何が今、趣味、趣味日本語で。背番号4番パクジニョンです。およろしくお願いします。お、うまくなってきた。最近の趣味は。あ、趣味は家で韓国よりを作る、あ、作ることです。おい、ゴンちゃん何も言ってないよ、ゴンちゃんで今ね。何も言ってないです。韓国料理を作る、はい、日本料理じゃなくて。あ、普段あの家で料理するのが好きで。あ、それが趣味なんで。それちょっともう一個マイク で韓国料理、どんな料理作るの。あ、좋아하는데최근에된장찌개랑。まあ、最近ハマったのは된장찌개っていうのは味噌の味噌汁みたいなのをチゲにする感じなんですけど。日本の味噌で。日本の된장を。あ、いや、送って。あ、韓国から送ってもらったものを使って作ってます。まあ、そう。この間新大久保行って買ってきた。新大久保行った。はい、バリバリの韓国人だね。新大久保行くんだね。新大久保ってやっぱ韓国人にとっては有名なの。そうですね。いや、あなたじゃない。あなたじゃない。パク、パク。パクも、ユノ、まあ、韓国でもかなり有名です。そうですか。ありがとうございます。ということで、韓国料理を。で、通訳のゴンちゃんです。ゴンちゃん。ゴンちゃんの推しは僕の推しです。うん。ゴンちゃん最近推し何。僕の推し。推し。なまっとるよ。あ、映画を見ることです。映画を見ること、はい、どこで見るの映画。映画は、ネットフリスとか。あ、お名前読んだ、お前。あれは映画館。映画館なんだよ。知ってた映画館の名に。知ってます。あ、知ってます。ネットフリックスで韓国の映画見るの。韓国の映画だったり、まあ、日本の映画も見たり。あ、見るの。あ、そう。そういうので時間潰してると。そうですね。はい、ということで、今回3人プラス1ですけれども、じゃあこれどうしたらいいの、平沢君。このフリップ、なんかお前が企画した、あのサイコロを転がしてみんなで答えるみたいな、そういうベタなやつをやれっていうことなんで、これで俺がいやじゃなくてあれなんじゃない、選手が。じゃあ今度ドゥーさ、ちょっと振って、ドゥー振ったらそのね、番号によってね、なんかいろいろあるの。ドゥちゃんちょっと振って、そう、何が出るかなっていう。ドゥちゃん、あ、一応音楽もあったり、あったりする。はい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 、ということで2番、あ、だだだだ、4番、はい、チームからのプレゼント。いきなりチームからのプレゼント。これ平沢さん誰にプレゼントするの。これはポスターは最後入っていますと。お、ここにいらっしゃる方、どうやって取る、どうやって退場する際に一人。あ、俺らが全員にと。なるほど、ということらしいです。特別観覧席の皆さん、倍率10倍の倍率で。お、10倍です。もっとあったかな、20倍ぐらいです。もう大変な幸運の皆さんです。はい、ということでおめでとうございます、はい、じゃあちょっとユーマ、これちょっと、うん、少し踊りながら振って。
ただ座ってるんで、ちょっとなんかやりながら振って、今音楽出るからなんか面白くないから、そう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 いう感じそういう感じそういう感じ、はい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 、なんか最後でガッと変わる。なるほど。2番、最近な何々にハマっている、さっき言っちゃったね。もう一回行こう、もう一回行こう、ユーマ、もう一回行こう、はい、違うバージョンの踊りで、はい、もう一回行きましょう、はい、お願いします、はい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 、ない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 、出てこない、は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 い、いや、なかなか転がる、最後まで、おお、おっと、とったら2と思って、もう、今動かした、動かしてない、チームからのプレゼントない、お客さんからの質問コーナー、質問コーナー、はい、じゃあこの前に座ってる方からちょっと挙手で質問ください、もし、ああさすがです、さすが遠藤さん、知ってますよ、素性は知ってますよ、ブルーマグコーヒーのオーナーですよ、みんな行ってくださいね、この間どうもありがとうございました、ありがとうございました、近藤選手に質問、近藤選手に質問、はい、1月の段階で体重がちょっとナイス、遠藤さんナイスあったと思うんですけど、はいはい、どういう気持ちで増やしてきたのかなっていうのを、あ、逆に、はい、こうやって減らそうじゃなくて、どういう気持ちで増やしてきた理由がちょっと教えてほしいなって、あ、さすが、さすが、面白い視点だな、どういう気持ちで増やしてきた、いわき FC なのに増やしてきたっていうところ、いやいや、お前のなんか私生活に切り込んだ話になる、そうですね、こう増やそうっていう思いはなかったんですけど、やっぱり動いた時間に対してのこう食事量っていうところがちょっと多すぎちゃって、まあ、それで、まあ、まあ体重が増えちゃったっていうところが、まあ、まあ、それ一番ダメなやつ、ね、一番ダメなやつ、一番ダメなやつ、何を食べたの、何を食事、食事は何をいつもで食べちゃったのか、脂質は結構抑えて食べてるんですけど、まあ、炭水化物をちょっと食べ、まあ、自分うどん好きで、まあ、うどんを食べちゃったり、まあ、うどんを食べまくったと、そうですね、うどん結構食べちゃって、あ、普段はちょっと控えてる、普段は控えてるんですけど、まあ、オフなんで、まあ、ちょっと食べちゃったっすね、でもね、契約交渉の時にね、お前来年はね絶対レギュラー取って活躍しなきゃいけないと、だからとにかくオフはしっかり過ごしてね、デイワンから 100% でいける気持ちで来いよって言ったら3キロぐらい太ってしまうね、はい、散々話したよね、すごいこいつなんかね、こうやって見るんですよ、こうこのつぶらな瞳でこうずっとなんか見て分かってますみたいに言うんだけど、全く分かってなかったね、すいません、ね、そうですね、ユーマどうなの、こいつ性格、同級生としてなん どんなやつなの、なんか分かんないじゃん、こいつなんか本当に変なやつ、変だよね、はい、みんなに変って言われてない、変って言われてます、どういうとこが変だって言われてるの、なんか会話が基本成立しない、あー分かる、でも悪気はないんですけど、悪気はないんだよね、はい、なんか言っても違うこと返ってきたり、そうです、いつの間にか違うテーマに言ってたり、あ、そうです、そうです、あ、そう言われてるんだよ、はい、なるほどね、はい、でも逆にさ、リュウさん彼も変でしょ、ちょっと変わってる、リュウマってどんな子なの、ユーマってどういう、ユーマはもう本当サッカーバカですね、サッカーバカ、もうサッカー大好き、サッカー大好きで、もうずっとサッカーのこと考えてるって感じです、なるほど、ということらしいです、すいません、ちょっと話が脱線しました、ありがとうございました、はい、ということでパクちゃん、パクちゃんほらちょっとこれ打って、パクちゃんちょっと踊ったりして、パクちゃんパクちゃんちょっと踊ったりして、パクちゃんそうそうそういうのにそういうのに、そうそうそう、あ、1番、今シーズンの俺のここを見ろ、パクちゃんから俺のここを見てくれ、サッカーだけじゃなくてもいいよ、大丈夫、俺のここを見てくれ、はい、여기 FC 오기 전부터 저는 팀에 헌신하고자 정신적인 무장을 다 하고 왔으니까 이제 경기장에서
이제 헌신하는 플레이를 보여드리도록 하겠습니다. 그 점을 좀 봐주셨으면 이야기해주신 들을 마이크는 精神的なところを結構気にしてて でチームに貢献できるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。なるほど。この精神的に強いお兄さん的なね、あのね、彼をね、韓国に平松が見に行ったり田村も見に行ってるんですけど、その時に会った時に開口一番すごくいいやつだと、すごく多分岩清にとってはすごくいいお兄さんになるだろうと。ちょっと今ね怪我をしてますけども、必ずね試合に出てくると思いますし、あの今日本のサッカーに一生懸命慣れようとして、これもちょっと時間がかかるのでしょうがないと思うんですけど、一生懸命やってますし、多分あのいずれそういったリーダーシップを取っていくのかなっていうね、そんなような性格、まあ、そういうところを見てほしいとか。パクちゃんからリーダーシップでも作るんですか。それなんで眼鏡かけてるの。目悪いの。それとも伊達眼鏡。目悪いの。팬분들도잘보고있어요。팬분들을잘보고있어요。ファンの方はよく見るため眼鏡を取りに行きました。そうだそうです。パクちゃん、ちなみに彼女いるの。はい。え、いるの。韓国にいるの。来ないの。韓国、日本に来ないの。カプチャー、家に行ってる。田中さんも仕事してる。あ、何の仕事してるの。すごい気になっちゃったでしょ。え、韓国コリアンです。コリアンのダンスみたいな、あの伝統的な踊りの仕事をしてる。ダンサーのダンサーです。すごいね。じゃあいずれね、日本に連れてきてもらって。いいですね。いい雰囲気ですね。はい。わかりました。ということで、ちょっとそんな忘れてた。ユーマは今シーズンのここ、俺のここを見ろ。俺ですか。うん。二人も言うんだよ。はい。ここを見ろ。まずサッカーの部分は、やっぱドリブル。ドリブル。はい、結構早いんで、それ見てください、まあ、あとは普段の部分で言うと、ちょっと今髪伸ばしてて、ちょっと後ろ髪伸ばしてるんで、それも注目してください。どういうこと。後ろ髪を伸ばしてる、はい、なんか昔の韓国選手みたいな感じ。いや、なんか最近クローズって映画見て、クローズって映画結構ヤンキーな感じ。ああで、ちょっとかっこいいな。かっこいいな。あ、茶髪でも禁止やね。あ、大丈夫です。黒で。黒髪で伸ばすって。大丈夫です。あ、OK です。じゃあそういうところを注目していただきたいと。あのこの間でもユナイテッドの試合、3本目であのみんな非公開だったんですけど、あれはあの出てて、あの向こうの関塚さんっていうね、元オリンピックの人が一緒に見てて、あの速いやつ誰って言ってて。でもオファーないね。ユナイテッド行く？いや、行く。オファー行く？いや、言い訳で。あ、本当？あ、あの20番早いなって言ってました。ということで、ね、小話、はい、じゃあ、近藤君、ルー、今シーズンの俺のここを見ろ。だ、俺を見るなって前見ろ。やっぱり自分の一番特徴である、まあ、フィジカルを生かした、まあ、対人戦であったり、まあ、空中戦っていうところを特に見てほしいです。なるほど。以上ですね。彼もね、あの3本目みんなの前にはちょっとお披露目できなくて、手取ってね、手取ったらね、ズコーンと突っ込んでたね。ああいうのはね、ということね。だから、なんでそこ見るの。こっち見るの、なんで見るの。いや、なんか自分癖で、こう人と話すとき見ちゃうんですよ。話してる人を見ちゃう。はい、あ、そう、癖で見ちゃうんですよ。癖で見ちゃう。はい、ということで、はい、ちょっと変わってるでしょ。でもね、ちょっとね、僕もストライカーだったら分かるんですけど、ちょっとね、頭のネジ1本ぐらい外れてるんですよ。なかなかストライカーってできなくて、やっぱりこう突っ込むでしょ、怖いんですよ。でもそれをこう平然と突っ込めるっていうのは、ちょっと普通の頭だとね、できないと思うんですよ。で、多分まあ彼もネジが外れてるのかなって、ちょっとあのシンパシーは感じます、実は。なんですね。ね、はい、大丈夫。もう大丈夫です。体重落として走れるようになんなきゃダメよ、もっと、はい、そう、彼の課題は走れないの、連続してね。だからみんな言ってね、止まるなって、もう一回走れって、戻れって、出てけって、いつも雄三に言われてんだから。もうずっと言われてるです。田村さん怖いでしょ。そう、田村監督の印象。はい、そうですね。まあ、どう、怖い。いや、怖くなくて、まあ、選手をまあ、すごくいじる
なっていうところはあります。お前もいじられてたの？結構いじられてます。結構いじられてる。結構いじられてます。いじる系監督。いじる系監督ですね。はい。ユーマは、田村監督の印象。まあ一見怖そうに見えるんですけど、その時折見せる笑顔が可愛いらしい。言っとくわ。可愛い。やめてください。でも今髪の毛伸ばしてるのあれどう思う？あれね、髪の毛伸ばしてるんですよ。伸ばしたことないらしくて、どこまでいけるかって、そろそろちょっと限界らしくて、であれままなんか西川みたいな髪の毛を多分彼はなんか想像してて、で純がそばにいて、俺もお前みたいな髪の毛やるわったら、純がフフって笑ってでめえなんつってね、なんかやってたんだけどね、伸ばしてるなんか雄三さんも僕と一緒で僕と一緒で伸ばしていきますなるほど、パクシャンの監督の、まあ、いろんな韓国でさ厳しい監督もいらっしゃると思うけど、田村監督の印象ってどんな感じですか？처음뵀을때는이제되게카리스마있으시고카리스마가나初対面の時にすごくカリスマある方マジで이제이렇게입단해서같이훈련할때이제여전히카리스마있으셨고장난기있으신모습도보고너무그렇게무서우신분은아니다라고생각해요入団してからの練習の時もすごくカリスマを感じてて、でそれからも本当にそれなんかレギュラー取ろうと思ってない大丈夫그리고이제오프때스타벅스에서한번만났는데그옷입으신게되게패션패션이스트처럼あのオフの時スタバでお会いしたことがあるんですけど、あ、そうなの？で、僕の時、あの、すごくかっこよかったです。かっこよかった？はい。どこのスタバで会ったの？のスタバで。いやき駅近所。あ、いやき駅の周辺のスタバ。ああ、そこのね、通りのね、スタバで、はい、田村と会ったの。声かけたの？声かけられました。かけられた？はい。バクッつって。あの、自分に、ゴンちゃん暇してるなってやって。うん。で、何言ってるか分かった？ゴンちゃん何言ってるか分かんない、暇そうな感じだなって言われて、はいはいって、はいはい言うて、お前もいたんだ、じゃあ一緒に一緒にあの3人、ヒョンジン君で3人、ヒョンジンと3人でふさばにいたと、はい、ここに田村が現れて現れて、で声かけられてかけられて、はい、ああそう、まあ、カリスマがあるというので、はい、で後でユーマはちゃんと報告しとくから、さあ今カンペが出ました、次で最後の質問だということで、じゃあドゥちょっと振って音楽スタートお願いします。はい。はい。じゃあありがとうございます。いやーもうナンバー2ダメ。もう5番。最近丸々に悩んでいる。これいきましょうかね。皆さんの悩み事を聞いて終わりにしましょう。じゃあ。ドゥから最近の悩み事ないの？ないです。ないの？最近悩み事はあんまないですね。体重もこうしっかり落ちてきて、まあ、体脂肪も落ちてきているので、まあ、自分的なコンディションも上がってきて、まあ、あとは、あ、そうですね、1個あるとすれば、まあ、趣味の連続性を出すための、まあ、トレーニングでちょっときついところがあるなっていうところがあって、そこを、まあ、自分の課題としてあるので、そういう話じゃない。そういう話を、そんな真面目な話じゃなくて、もっともっと私生活で最近悩んでることを聞きたいわ。社長、社長、ないっすよ。ない。悩みが、はい。彼女いるの？ちょっとダメ。いい？ OK です。はい。ユーマから OK もらいました。彼女いるの？いや、ノーコメント。なんでそういう目で見るの？ノーコメントなの？お前芸能人か。サッカー選手がサッカーに集中してます。集中します。そういうブランディングはしません。彼女がいるとかね。はい、そうです。彼女に会いにオフ行って、オフでオフ明け体調崩すとか、そういうことしたことないですと。そうですね。まあそういうのは、まあ、大学の時はありましたけど、まあ、今はないですと。はい、今大丈夫。まあそういうことにしとくか。ここでね、それ以上深掘るとね。危ないから、はい、ということで、じゃあ最近悩んでることは趣味の連続性だと。そうですね、ね、そこを頑張ってください。じゃあ、はい、頑張ります。ありがとうございます。じゃあユーマ、最近悩んでること、
とこれも他の選手との話なんですけど、うん、加瀬直樹選手、加瀬、はい、うん、で結構愛情表現してくれて、加瀬が、加瀬くんはしてくれるんですよ、してくれる、こう抱きついてくれたり、ついてくるする、はい、はい、でもそれをいろんな人にやってて、それに対するなんか、いやそれがいろんな人にやりすぎてるから、うんうんうん、そこはちょっと嫉妬というか、嫉妬なのしちゃうかなみたいな、あ、自分だけにしてほしいみたいな、はい、え、加瀬って何なの、そっち、え、そっちではないです、あ、そっちではないです、多分、はい、まあ、いいと思えば、いろいろなね、今世の中でいろんな、そう、そうですね、いろいろなね、そのあるからいいんだと思うんだけど、加瀬は何、そういうことをしてくるわけ、あ、もうしてくださる、え、どういうふうにしてくる、もうなんかあるたびにこう抱きついてくれたり、練習中とか、練習前ぐらいですかね、ギリギリ、練習前、あ、朝、朝から抱きついてくる、はい、あとは、まあとかで抱きついてくる、風呂入る前とか、自分が脱いだ状態でも裸の状態でも来てくれる、来るわけ、はい、そうす、あ、危険ですね非常になかなかのね、まあ、練習はもうロッカーでみんなスパダが、ね、風呂入ってますから、 そこをタイミングを見て来ると、はい、来てくれるから、まあ、西川もちょっとそういう気があるってなんかこの間バチが言ってた、西川もらしくこうちょっと、西川はまだ俺されたことないです、されたことない、はい、あ、そう、はい、ありがとうございます、それより悩んでると、はいはいはい、じゃあパクさん、はい、最近悩んでること、オノドギン고민을하고있는데일본오기전에일본어공부를하게되면은금방대화를할수있을거라생각을했는데막상공부를시작하고나서보니까쉽지가않더라고요最近の悩みは言語の壁です言語の壁言葉の壁、うん、どうしてるの今勉強してるの今は勉強してます、まあ、3회씩毎週3回、はい、그 Zoom 으로 수업하고있습니다 Zoom 대遠隔授業 Zoom 대? 相手は日本人? 相手は日本에서근무하고있는아日本で働いてる韓国の方へえー、でどんなことやるの?例えば基調基礎的な会話です例えば基調では어떤예를들어今日は曇りです今日は曇りですとかそういうちょっと日常的なね そうですそういう話でをこう言われてリピートしてみたいな、なるほど学ぶ、그렇죠따라서읽고또마지막에는이제회화가있는데서로서로이제롤플레잉하고まあ、最初流れ的にはあの選手が言った言葉を自分が繰り返していって最後には、まあ、先生の方と会話して会話をする、する感じです。フリートーク、すごい。ヒョンジンもやってる。ヒョンジンは혼자서하고있는걸로알고있습니다。ヒョンジンは一人で勉強してるそうです。ヒョンジンのとどっちが自分の今日本語うまいと思う、客観的に。지금은제가조금더잘하고있는것같은데현진이가앞서지않을까이마와다시는것같아요아そうなの、まあ、あの韓国の方ね早いんでね日本語覚えるのは、まあ、もうあと3ヶ月したら多分普通にお話をしてるんじゃないかなと思いますので、ね、頑張ってください。はい、ということでちょっとね時間もオーバーしてるのかな、ね、今何時？ジャスト。なるほど、皆さんご飯食べました？まだ食べてないでしょ。これ何食べたうどん。トゥーと一緒に行きな。こいつうどんつったら来るから、多分うどんおごってあげるつったら多分ついてくるから、ね、はい、ということで、あのちょっと夜のね遅くなりましたけれども、あの今週末、土曜日からいよいよ開幕します。で本部が3月3日ということなので1週間後になりますけれども、我々としてもしっかり、まあ、チームは準備するのは当たり前ですけど、会社としてもね、安心安全でちゃんと快適に、ね、過ごせるように、まあ、去年より少し変えて、まあ、100点ではないんですけどね、あの頑張っていきたいと思いますけど、みんなでちょっと熱狂空間を、この間のプレシーズマッチも素晴らしい、ね、熱狂空間を作っていただきましたけど、またホームでも皆
皆さんに協力、あとアウェイも結構声優みたいで、あのいい雰囲気を作っていただければ後押しになると思いますのでよろしくお願いします。それではあのここにいる3人のですね、今後との活躍を僕が記念するものなんだけど皆さん拍手を持ってあの送っていただきたいと思います。ありがとうございました。